携帯ない、どんぐらい取れるのそれ。はい。うん。知らねえよ、そんなの。知らねえ。取り続ける。在庫あるんじゃないんだろう。あれ飲んでますか飲んでますかもういらない。あもうギブアップしてすげえ。なんだよ、もう、ギブアップだそれ。すげえ。はい、すげえ。飲んでる飲んでるよ。飲む。あ、飲んでください。取ってあげます。そのまま取ってあげます。飲んでください。はい、飲んで。飲んで。飲んで。なんだ。いっちゃった。ちょっと寝たら、寝たら。お前も飲めよ。お前も飲め。俺も取り出して見せてあげます。お前。乾杯です。お前。ほう。まあ。お気づきになられたであろうか。ダメよ。有田さんの映像には、畳に埋まった不気味な女性が。そして西条さんの映像には女性の姿はなく大量の髪の毛と思われるものが映っているように見えるのだが、もう決まってね、ないだろ。非常に奇怪な映像は一体何なのか。投稿者の部屋に何がいたのだろうか。西条さんが連れてきたという女性についても彼と連絡が取れないため不明である。そしてスタッフが気づいたのはその不思議なものが映っていた床の不自然な歪みであった。